はい、こんにちは。今動画撮ってんのが3月13日の夜で、明日3月14日からね、あのマックのハンバーガーとチキンクリスプとか、あとはあのポテトとかがね、ちょっと値上げになっちゃうんですよ。で、今日はね、あの値上げ前にちょっとハンバーガーとあとチキンクリスプを買ってきたんで、あのこれ今日の僕の夜ご飯なんですけど、まあ、これと、まあ、あとね、なんか氷結のゆずレモン味を飲みながら、まああのなんか100円マックのね、思い出でも語っていこうかなと思います。じゃあとりあえずちょっとこっちを先にいただいちゃいますか。じゃあお疲れっす。乾杯です。いやー、今日何もしてないけど日曜日で、やっぱし夜の公園で飲む酒はうまいっすね。最高。じゃあちょっとまずはね、こっちのハンバーガーの方から食べていきたいと思います。はい。いや、もうなんかハンバーガー好きなんだよね、マックのこの変わんない感じね。うん。いや、うまいわやっぱ。いや、冷静に考えてさ、これがね110円で食えるってすごいよね。なんか値上げがおかしいってよりかは、まあ、今まで値上げしなかったことの方がおかしいって思えてくるもんね、ほんと。うん。いや、110円でこれ買ってさね、なんかお水つけてもらうこともできるし、これ買うだけでマックのね、あの店内に座ることもできるしさ、マジマックって俺すごいと思うわ。うん。いや、この薄い肉とさね、なんか玉ねぎとピクルスのなんか絶妙に合わさってる感じ、やっぱ美味しいよね。なんかマジでたまに食べたくなるんだよね、マックのハンバーガーとか。で、マックの思い出話についてなんですけど、まあ一応1、2ヶ月でバックレたとはいえ、まあ僕一応ね、元マッククルー、マックでアルバイトしてたんで、まあいろいろあるんですけど、まあ今日はね、あの、100円マックの思い出をね、あの、軽く語っていこうかなと思います。なんか僕が小学生くらいの時とかまではまだなんか100円マックっていうのがあって、まあ今ハンバーガー110円なんですけど、僕がね、小学生の当時とかは、まあ、マックのハンバーガーまだ100円で買えたんですよ。だからほんともう100円、ワンコインでハンバーガーとか。あと当時はね、チキンナゲットとかも確か100円だったんじゃないかな。で、本当にその100円マックって言って、100円のワンコインだけでマックで食べれるみたいなシステムがあったんですよ。で、それに加えて、なんかね、当時のマックって、なんかマックで DS って言って、まあ今の令和キッズはね、もう DS っていうもの自体を知らないかもしれないんですけど、まあ DS っていうね、スイッチの、まあ1個前の任天堂の機種があって、そのね、DS をなんか無料で Wi-Fi に接続させてくれる、なんか Mac で DS っていうサービスまでも、マクドナルドがやってて、で、なんかその Mac で DS で、まあ普通の、当時僕とかだったら、ドラゴンクエストモンスターズジョーカーの、オンライン対戦とか、まあ、あと、Mac で Wi-Fi 独自の、なんか、オンラインゲームとかがあったりして、もうそれとかもね、できたんですよ、Mac で。はい。ちょっとハンバーガーなくなったんで、次はチキンクリスプに行きたいと思います。で、まあ、僕が小学生の頃とか、もうお小遣いもさ、まあ、ほとんどもらえない、ないから、まあ、そんなね、その頻繁に出かけることとかできないんだけど、まあ、Mac だったら100円で行くことができて、で、しかもその Mac で Wi-Fi っていう、 Mac に入れば無料でゲームで遊ぶこともできるっていう、もう小学生の俺らからしたらもう神みたいな場所だったんよ。で、さらにそれに加えて、なんか僕ね、あの、田舎出身なんですよ。で、なんか当時僕の小学校の、その校区っていうんですか、学校が指定してる区があるんですけど、その校区内にね、一個もコンビニがなかったんですよ。田舎すぎて。で、コンビニがなかったから、友達同士で、その校区外のコンビニとかに行くこともできなかったんですけど、なんか、奇跡的にね、なんかマクドナルドは僕たちの小学校の校区内にあったんで、
友達同士で行っても大丈夫な場所だったんですよ。でそれもあってね、もう当時僕が小学生の頃なんかはマジで、まあ学校帰りとか毎日はさすがに行けなかったけど、まあ、土日とかにね、あの友達と集まって、あの100円持ってねマック行って、もう100円でなんかハンバーガーとかね、それこそチキンナゲットとかソフトツイストとか買って、でそれプラス水も頼んで、で DS 持ってって、もうその100円しかさ、注文100円分しか注文してないのに、もうずっとマックに座ってずっとゲームしてるみたいなのがねあったんですよ。ちょ、これね、多分俺と同じ世代の人だったらマジで共感してもらえると思う。そんな当時さ、金のない小学生からしたら、100円でね、行けて、で、しかも、ゲームもね、やり放題みたいな、もうほんと神みたいな場所だったんですよ。だから、あの時代のマックはね、マジ、もう俺たちの青春だったと言っても、マジ過言ではないっすね。ほんともう、憩いの場的な感じでしたね。だからね、まあ、もう、Mac で Wi-Fi もね、100円 Mac っていうのも、まあ、とうにね、なくなっちゃってはいるんですけど、未だにね、このハンバーガーとか、チキンクリスプとか、あの、110円とかで買える Mac のね、商品を買うとね、やっぱ当時のことをね、思い出しちゃいますね。いや、これね、多分俺と同じくらいの世代の人だったら、マジ共感してくれると思う。いや、あの時代本当になんか楽しかったなっていう。てか、チキンクリスプなんかすごい、めっちゃ量あるな。なんかハンバーガー食べた後にチキンクリスプ食べると、分厚さも全然違うし、なんか、肉厚くて野菜もいっぱい入ってるし、なんか、こっちの方がお得な気がしてきたわ。原価率とかそういうの全然わかんないけど。はい。まあ、そんな感じで今日はね、あの、マクドナルドの思い出話なんかをしてみました。まあ、あの、皆さんもね、マックの思い出話とか、なんか、あるあるみたいなとか、あると思うんで、まあ、ぜひちょっとコメント欄とかで書いてもらえると嬉しいです。はい。じゃあ、そんな感じで以上、ゴミ人間でした。バイバーイ。最後ちょっとね、おまけで僕のおすすめのハンバーガーの食べ方を教えたいと思います。ちなみにこれハンバーガー2個目です。あの、マックってね、あの、ケチャップをね、無料でもらうことができるんですよ。で、大体みんなね、あの、ポテトにつけて食べるときにしかもらわないと思うんですけど、このケチャップね、結構ハンバーガーにも合うんですよ。で、こんな感じでね、ハンバーガーにケチャップをつけて食べると、うまさ倍増なんですよ。はい。なんで、まあ、皆さんもちょっとぜひやってみてください。おすすめです。